ミウさんは今、厨房に入っていった二人がどんな話をしてるか想像してるんです。もう、みんなの前ではダメだって言ったでしょ。しょうがないだろう。我慢できないんだから。気づかれちゃいますよ。気づかせてやればいいんだよ。あ、秋月さん。店長、いや、D の。そして二人は舌先をねっとり、ねっとりと絡め合い、お互いに体をおいか、お互いにおたこれお前らから仕込んだんだからな。責任取れよ。餌を与えてしまいましたね。なあ、本気になったらどんなもんか教えてやるよ。妄想が止まらない。ミュウさん止まれ妄想。ちょっと待て。そういうお仕事割と好きですけれど。何想像してるんですか。じゃあ何本やってると思ってんだこっち。何の話ですかね。ごめんなさい。